ちは。こんにちは。お名前を。沖縄県那覇市出身、今東京の吉本興業で芸人をやらせてもらってます、ガレッジセールのゴリと申します。ボケ担当です。でさあ、じゃあ分かった、はい、芸人って何なんですか。芸人ですか、うん、人を笑わせるのを商売としている人たちです。それって、はい、大変な仕事ですよね。でもよく言われるんですよ、うん、泣かせるよりも、うん、笑わせる方が難しいよねなんて言われるんですけど、うん、じゃあ僕が、うん、あるドラマで、うん、泣きの芝居をやってくれって言われた時に、うん、泣けなかったので結局最終的に監督がしびれ切らせて、うん、もう目薬さしましょうかって言われたんですよ、うんうん、だ僕にとってみれば、うん、泣く演技で人を感動させるとかの方が難しいわけですから、うん、いわゆる人にはもう得て増えてがあって、うん、僕はたまたまこう小さい頃からなんか人前でバカなことをやるのが好きだったんで、別に笑わせること自体がすごく大変とは思ってないというか、うん、それは生き様かもしれないですほらもうそうなんだ本当に。だから僕にとってはなんかすごいうわ辛いとかではないです。逆にもう女優さんとかでじゃあリハーサルよースタートって言ったらもうリハーサルからって涙流して、うん、いやそんなに泣いたらもう本番涙出ないってと思ったら、うん、本番もっと出すじゃないですか、うん、もう生き物として怖くなる俺はどの女の涙を信じればいいんだろう。信じらないよ。いやもう女優さんは怖くなりましたねだ多分もう本当に得意分野、うん、不得意分野だと思います。あそう、はい、いやじゃあ何、例えばライブとかやってて、はい、これ滑ったらどうしようとかそういうのないの。いやもうそれは若手の頃はいっぱいありましたよ。あ今ないんだ。滑ったこともあります、うん、で実際舞台の前で顔が引きつって止まったこともあります。あそう。で先輩に楽屋でコテンパンに怒られて、うん、舞台のお客さんっていうのはなって、うんうん、要するに客席って一つ上の、うん、客席より一つ上の段が舞台なんだよ、うんうん、要するにこうなんていうかお客さんをより上の人として見てるというか、うんなるほどね、段の位置もそうですし、うんうん、要するに自分たちではできないのを、うん、そのできないのを実際にやってくれてる人たち、うんうん、不可能なのを可能にしてくれてる人たちっていう立ち位置で舞台に立ってる人間が、うんうん、お客さんの前で不安な顔をする、うんうん、なるほど。お客さんもみんな不安になるだろうと。それ何に対しても言えることだよね、それね、うん、だから例えば滑った、うん、やばいこれお客さんに面白くなかったなと思ってても、うんうん、そこでも堂々とした顔してるって、うん、そうするとお客さんは騙されるって、うん、なんか滑ったような気がするけどあの人堂々としてるから、うん、なんかそのままついて見れついてって見れちゃうと。じゃあ何今はもうそういう恐怖はないわけ。ありますあるんでしょ。あるんだよね。ありますけれども、うん、ある意味もういっぱい滑ってきましたし、うん、いっぱい恥をかいてきたんで、うん、腹くくれてるんでそういう時でもすぐなんか修正できる、うん、それすらもってことね。のもう持つようになりました、ね、技を。お芝居みたいなもんでね、はい、舞台も間違えてもそれもネタにしちゃうもんね、はい、なるほど。じゃあさ遡って、はい、沖縄出身じゃん。はい、ね、いつこの仕事やばって思った。19歳の頃です。19歳、はい、OK。 じゃあそれまでのその19年の間の話をちょっと聞かせてもらいましょう、ね、この番組1週間ぐらいやらないと足りないかもしれないですよいやいやもうかいつまんじゃんこれがそっか。あこれ桐谷さんが編集するんですか。ないしないし。そんなそこまで時間はない。そこまで時間ないですよ。そこまであなたスペシャルじゃないよそれ思ってても口に出さないでくださいよ。やります。テンション上げてください。ちゃんとやります。ちゃんとやります。あの、うん、僕、まあ、もちろん沖縄で生まれるんですけれども、うんうん、あの男3人兄弟の末っ子なんですね、うん。でそれで、まあ、普通にのほんと元気な子供として生まれたんですが、うん、小学校1年生の時に、うん、あの大阪の、まあ、おじさんおばさんに預けられるわけです。なるほど、うん、親元離れて。それ何夏休みとか。いやもうずっと5年間なんで聞いていい。いやだからその大阪の進んでる教育を受けさせたい、うん、なるほど、分かる分かる、うん、というなんか名目で、うん、まあ、それが今となっては本当か嘘か分かんないんですけれどもいわゆるうちの親父が、うん、あの学生の頃大阪の大学にね、うん、まだ沖縄だからパスポートがいる時期ですよ。ああそっか。東京とか大阪に、うんうんうん、その時にあのやっぱり沖縄の人は方言しゃべるから、うん、いわゆるこうなんか親父が言うにはなんかちょっとなんかいじめというか、うんうん、そういうものがあったと、うん、で方言しゃべったら方言札っていうのを首からかけられたと。
バカにされて、うん、だから、うん、要するに自分の子供には、うん、そういう辛い思いさせたくないから、うん、より進んだ教育を受けさせたいということで大阪に行かせたんだとは言うんですけども、どうもこううちの兄貴男3人ともみんな預けられたんですけれども、うん、どうも大きくなってちょっと違うなってなってきて単純になんか店の軌道に乗るまで忙しいから子育てにまで手が回らないから預けたっぽいなみたいな。なるほどなるほど。じゃあね、お父さんとお母さんどういう仕事をされてたの？ベビー用品店。あ、そうなんだ。へ、1台ででも本当に沖縄では成功してる方だと思います。あ、そう。今長男が継いでるんですけれども、あのうちの母ちゃんもものすごく頭の回転というかこう先見の目がある人で、うん、なるほどね、あのただベビー用品店を沖縄でやってても儲からないと、うんうんうん、ということでその海外に、うん、買ってもその時代なんてまだ海外から買い付けなんて発想もない時代ですよ、うん、沖縄で一人でタイに行ったり、うん、韓国に行ったりとかして、いわゆる日本だと1万円ぐらいするようなワンピースが1000円とかで買う、うんうん、そうだよね、うんうん、それを大量にもう輸送代も大変だからもう全部自分でバッグ5つぐらいに入れて、うんうん、それで沖縄で5000円ぐらいで売るんです、うん、それでも安いからみんなもうわーっとあっもうすぐ売り切れるんですけども4000の売り上げがあるわけです、ね、それでどんどん会社を大きくしていくんです、うちの会社。すごいじゃんそうだからやっぱそういう意味でこう軌道に乗せるためになんか預けられてたっぽいなと。なるほど実は今振り返ると 実はそうだ、その時にやっぱりこう僕は親元離れて親もいない、うん、そしてまあ友達もいない、急に初めて会ったようなおじさんおばさんと一緒に暮らすことになった、ね、それがいくつの時？小学校1年生だから7歳の時です。それきついね。だからやっぱその時にテレビの世界っていうのはものすごく楽しそうに見えたんです。 OK、 じゃあその時って一番流行ってたのテレビってどういうテレビ？でも僕がパッと思い出すのは松田聖子さんですかね。あ、そういう時代なんだ。ザ・ベソテ今あ今年で40歳ってこれの3つ下だから、まあほとんど同じ年ぐらいでね、はい、聖子ちゃんの時代か。青い珊瑚礁だったと思います。ちょうど小学校1年生でもうキラキラ輝いてるんですよ、ブラウン管の向こうの聖子ちゃんは。あの頃のね、そうだよね、トシちゃんだマッチだとか、それでみんなでなんか運動会やったりとか、その8時だよ全員集合があったり、 ね、その後から俺たちひょうきん族があったり、ね、うんうん、とにかくブラウン管の向こうって、うん、楽しい世界、うん、みんなが笑ってる、うん、もう美人な人もいっぱい、かっこいい人もいっぱいいる、うん、そうですね、素敵な海外に行けたりする、うん、ただで仕事なのに美味しいもの食べて美味しいって言うだけみたいな、うん、あ、生きてブランカのここに来て、その時芽生えたわけだ。でも、うん、自分がね、例えば学校でものすごいモデルみたいにかっこいいよねって言われてるわけでもなく、うん、身長180とかあるわけでもないし、うんうん、自分が芸能人になれると思ってなかったから、そうそうだよ、ね、目指そうとも思わないわけです。なるなる、いいなって思うだけです。わかるわかる。でジャッキー・チェーンとかも好きだったんで、んそのジャッキー・チェーンの真似してこう体鍛えたりとかしたりとかして真似事とかいっぱいしてたんですよ。でまあ普通に、まあ、小学校5年の時にまあ親が沖縄に戻るかって言ってまた戻って、それから別に普通に中学校高校と過ごす、で高校卒業ってなった時に周りの友達に 何するのって言ったら、やっぱりみんなちょっと大学に進学したいと、いうことで、俺だけじゃあ就職するのも寂しいし、俺も大学目指そうかなと思って、ただ僕ちょっと目立つ存在だったんで、目立つ存在というか目立ちたがり屋、だから大学も、あいつはやっぱりすごいなって言わせるには、早稲田受かったらビビるだろうなと思ったら、最初は東大を目指してたら東大の赤本を本屋さんに見に行ったらさっぱり分かんない問題がそうなんだ、これ俺は東大無理だろうと。あ、そう